前回朱子学を説明をしましたので、それと対立する王陽明の陽明学がまあどんなことを言っているのかということをざっと見ていきたいと思います。現代の中国では相当嫌われているそうです。それはあの現代の中国の立場から見てということなのでね、あの彼の思想を見てみないと彼がどういう人物だったかというのはわかりません。朱子と陽王陽明の決定的違いは心足理とまあ性足りですよね。 あのう、種子の場合は生即利だったんですね。で、実は、あのこの生っていうのは、今見てわかるように、どう考えても、これは領地なんですよね。この前半の部分のここを見ててもわかるけれども、心の本体である領地を発揮しって言ってるんですから。 領地が心の本体だってことを、お嫁も理解をしているわけですね。そうすると、領地即利であって、生即利と同じじゃないのかと。お嫁はこっちですね、心即利ですね。彼が言っている心即利っていう、この心っていうものの中には、領地が情も入っているんですよ。それから欲も入っているんですよ。彼の場合、そういう心と行為、行動ですね。分けませんので、彼の言っている心即利のこの心っていうのは、これが一つになったものなんですね。 で、これだけだったら避けないといけないんですね。これはね、悪なんですよ。これもどちらかというと悪なんですよ。だから、朱子学のレベルでは、ここはですね。避けなければならない、否定的なものなんですよ。本来否定さるべきものであって、ここだけがですね、正であって。それだけが理なんですよ。ね、ところが、応用面は違っていて。ここを発動させたら、させて。情と欲も、一つになって動いてるんですね、うん。ここがあるんですね。これが動いてる時。 この情とか欲は否定的にならないんです。むしろ肯定されるんです、お嫁の場合は。わかりますよね。で肯定されてこの全体の領地を中心とした全体の心で動いている。その行動と心が一致している状態、これは基地公一で。でこれを全体としての心としてあの,あの肯定した言葉が神則理なんですね。